Welcome to Kimono Mama's Kitchen. I'm Moe. Today, I'm gonna show you how to make omurice. Do you know omurice? It's an omelette with chicken flavored rice inside. It's very popular egg dish in Japan and simple recipe, so you can try it at your home. Okay, so let's get started. Omurice.材料は卵、鶏肉、玉ねぎ、ピーマン、ケチャップとシンプルです。玉ねぎの皮をむいてみじん切りにしていきましょう。はい、もうちょっと待ってよ。1センチ角ぐらいの大きさです。ピーマンも同じくらいの大きさに切っていきます。鶏肉も細かく切りましょう。では、オムライスの卵に包むチキンライスをまず作ります。もちろん炊きたてのご飯を使ってもいいんですが、うちはチキンライスにするときはだいたい冷凍ご飯を使います。ご飯を炊いたときに余ったものをラップにくるんで冷凍しています。フライパンに油を敷いて、鶏肉から炒めていきましょう。色が変わったら玉ねぎを入れて、塩コショウを少し、ピーマンも入れます。材料を端に寄せて真ん中を開けて、そこにケチャップを大さじ4くらい、フライパンの真ん中でケチャップに火を入れて酸味を飛ばします。で、具材と混ぜ合わせます。で、火を止めてご飯を入れます。これでチキンライスは完成しました。卵を2つ割りましょう。お塩少しと牛乳を大さじ1ぐらい、フライパンに油を入れてよく熱します。さあ、いくで。ドキ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 。上手にできるかな。上手にできるかな。ドキドキやな。いくよ。で、もうちょっとかな。ちょっとビビりすぎるかな。いくよ。なんとなくかな。もうちょっとやな。これぐらい。よし、固まったな。そしたら火を消して、よいしょよいしょ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。うん、
これぐらいかな。もうちょっと。結構大きいよこれ。結構大きいね。ちょっと入れすぎたかな。そしたら、あ、一匹いる。見えるかな。よいしょよいしょ。ちょっと口に寄せすぎた。お、いけるいけるいけそう。いけるんじゃない？これ映るかな？うん、ちょっと待ってよ。うん、うん、よいしょ。やったー、すごい、めっちゃ綺麗にいった。ちょっと見て見て見て、じゃーん、オムライス。すごいうまくいったんじゃない？ねえ、どうですか師匠。ちょっとうまくいったんじゃないでしょうか。コツは、卵の両端を折りたたんだら手前にオムライスを寄せて、フライ返しで閉じ目を押さえながら手首のスナップを使ってフライパンをひっくり返します。それでキッチンペーパーで、まあ、でもうまくいったからね。キッチンペーパーで綺麗になるんじゃない。おお、すごい形を整えます。ケチャップでお絵かきしましょう。どう？もうちょっと乗せようか。この卵のハゲたところにブロッコリーとか飾って OK。 これでオムライスの完成です。じゃあ試食します。いただきます。食べたい？食べたいよね。あ、ブロッコリーあげようか。はい、どうぞ。オムライスは作るのがすごく簡単で、少ない材料でできるので、よくお昼間とかに作ります。卵がまだ半熟の状態でご飯を入れると、ご飯と卵がバラバラにならないので、そこがポイントです。おいしい。こんなにおいしかったかなっていうぐらいおいしい。チキンライスもちょっと多めに作って冷凍しておけば、卵だけ焼いて食べたい時にすぐできるので、 おすすめです。おいしい。はい、オムライスいかがでしたか。中の具材は鶏肉でなくても、ソーセージやエビ、じゃがいもなど、その時冷蔵庫にあるもので作ります。何でもいいです。味付けもケチャップだけでなくても、カレーやシチューにしたり、いろいろアレンジできるので、ぜひオリジナルのオムライス作ってみてくださいね。リクエストオムライスたくさんいただいたのですが、海外でオムライスが日本食として知られているのが少し意外でした。でも鶏肉とご飯とケチャップ、日本独特の材料は使ってないので、世界中どこでも手軽に作れますよね。海外では上の卵がトロトロ系のオムライスが流行っているそうなので、それも今度ご紹介したいと思います。ちなみに私が子供の時初めて作ったお料理はオムライスでした。いつかスータも作ってくれるかなと待ち遠しいです。はい、では今週もご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。Thank you for watching. Thank you for subscribing. If you have any request, please let me know in the comment. それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye. ごちそうさまでした。